さあ、三沢さん、はい、コース見ていきますが、はい、去年の Q1 のこれ映像です。そうですね、まあ、ここからまずいきなりの1コーナー、2コーナー、後続コーナーですね。これ肝の Q1、1コーナーですね。そうですね、いや、いい飛び込みですね。もうクリップまで全開できましたね。このあと難所のまず第一関門の S 字、ここはリズムを取るのが難しい。逆にリズムに乗るとタイムは出ると。そうですね、車ぐんぐん前に進んでいきますよね。しかしダウンコース出てますね。もう張り付いた状態で、これ逆バンクですね。この後ダンロップコーナーからデグナーコーナーへとつながるんですけど、このデグナーコーナーの進入、ここが今極めて難しくなってますね。ここですね、はい、もう一歩間違うとそのままもうグラベルにもう出てってしまうんでね。でここからまあちょうど半分を超えてヘアピン、その後スプーンコーナーへと向かいますね。これもゆっくりスピードが落ちて再加速。いや本当、先ほど上さんが言ったようにね、もう何十年か前の F1 のねスピード以上に今の感じで走ってますよね、ヘアピンなんかも。でこの後がスプーンコーナーですね。バックストレートにつながるコーナーなんです。すごく重要です。つまりここのカーブの出口の加速が大事で、はい、バックストレートの、まあ、最高速につながりますから、ここからドライバー的にはちょっと一呼吸休むんですけれども、難関の 130R、 これ全開でいくかな。ちょっと戻しましたけど、ほとんどフラットアウト。すごい。そしてシュケイン、車微動だにしないですね。いや、攻め切ってシュケインを超えて最終コーナー、これでちょうど一周ですね。はい、1分48秒629という去年のコースレコードの一周でございました。